小林由美は、日本の茨城県出身の女性歌手、タレント。1997年、テレビ番組、アサヤンの出演をきっかけに、歌手アビスとして、トクマジャパンコミュニケーションズデビュー。1999年、台湾の小虫のプロデュースにより、シングル、ホワイトリリースして、台湾のチャートで2位を獲得する。2003年より、台湾での芸能活動を本格的に始めて、 ドラマや CM に出演するようになった。2007年、佐藤舞と共に、吉本工業台北事務所へ移籍し、マルチタレントとして幅広く活躍している。2010年1月13日付の公式ブログにて、貿易会社を経営している。一般男性と2009年12月24日に入籍。妊娠7ヶ月とのことを報告。2015年からは、 シャングリラ S シークレットのオーナーとして代表に就任。飲食店経営に携わる。2020年には、エイジアンビューティープロデューサーとして、日本とアジアの美容に携わるプロデュースを手掛けている。オープニング曲、サイランウェパンを同じく本名の小林由美名義で収録。レイクインネバーランド、ラブイズラブ、サードシングル。ワンダーバージョンとして、収録から、 ウィンドフォレスト、ミラージュ、セカンドシングルから、ブリージングインザベースメントセルフィッシュ、ビッグアップルシャッフルサンデー、エコーズインザアシュトレイ、オブスキュラムーン、ブリッジオーバースイートミュージック、ループ、デビューシングルから、スコールオンザレインボー、ユードントノー、キッチンインザデライト、ワンファインデープリパレーション、テンダーイズザナイト、ループミラージュラブイズラブキスしてほしかった、ブルーレンコーレイキ、クルカン、 ヒロイン役、ありがとうございます。